おはようございます。ウェザーニュースの鈴木里奈です。今日の全国の天気をお伝えします。こちらは千葉幕張のお天気カメラを映しています。今の時間はまだ雲が残っていますね。今日は広いエリアで日差しが届き、北海道でも、しっかりと晴れるところ多くなりそうです。それではここからはアイコンで全国のお天気見ていきましょう。今日の全国のお天気のアイコンです。沖縄では雲が多くすっきりしない空です。雲の隙間から日差しの届くタイミングがあっても雨の降る可能性があります。西日本、東日本では晴れるところが多くなります。東北では午前中は雨の降りやすい空となるので折りたたみ傘があると安心です。午後はお天気が回復し日差しの届くところも出てきそうです。そして関東では午後ににわか雨の可能性があるので空の変化にお気をつけください。そして北海道では今日はお天気が回復して日差しが届きます。昨日との気温差が大きくなりますので体調崩さないようにお気をつけください。以上、全国の天気をお伝えしました。それでは今日も元気にいってらっしゃい。